モテキが作れるアロノです。好きになったら相手に冷められるとか、好きになられたら自分が相手に対して冷めてしまうっていう現象ありますよね。これがなんで発生するかっていうのを説明して、どうすれば恋愛感情っていうのが維持されるのかっていうのを皆さんに学んでいただきたいと思います。相手のこと好きだったのに、相手からね、好きになり返されたら冷めてしまうっていうことって男子とかはよく経験してると思うんですよ。これなんでかっていうと、相手のことが彼女としてね、欲しいって思うわけですよ。この欲しいって思う感覚、相手に好きになってもらいたいな、自分が好きだなって思う感覚の打ち分けっていうのがあるんですよ。相手の良さっていうのがあるんですけども、それだけじゃなくて、今の自分だったら相当頑張らないと手に入らないなっていう思う、この欲しいっていう膨張した感情みたいなのが出てくるんですよ。今だったら簡単に手に入るけど、発売当初の任天堂スイッチとかって買おうと思っても手に入んなかったじゃないですか。定価よりちょっと高くても買いたいっていうぐらい転売ヤーが発生するぐらいね。あれはやっぱり本当に欲しいかって聞かれたら、確かに欲しい、確かに欲しいっていうその魅力はあるんだけど、それ以上にみんなが欲しい、持っていたらヒーローになれるとか、他の人が手に入れることができない、だからこそ持っている価値がある、このプレミア感みたいなのも乗っかってるんですよね、欲しいと思う感情の中には。そうすると自分が好きな人ってね、可愛いって思うから、こういう人と一緒にいたら友達に自慢できるんじゃないかなとか、クラスのマドンナ的存在みたいな人とか、会社のねマドンナ的存在っていう人いると思うんですけども、そういう人と付き合えたらいいなってやっぱ憧れるわけですよね。他の人も憧れたりするわけですから、手に入れたいっていう感情がちょっと暴走してしまうんですよ。これね、経済用語で限界効用低減の法則っていうのがあるんですよね。別に単語を覚える必要はないんですけども、限界効用って何かっていうと、自分が何かを支払ったものに対して得られるものの価値っていうのが低減していく、減っていくってことなんですね。自分が相手のことが好きである、相手も自分のことを好きになってくれましたっていうのが分かるじゃないですか。そしたらいわゆるそのプレミア感みたいなのがなくなっちゃうんですよ。逆に手に入っちゃうんですよ。うわーこれどうしても欲しかったけどなかなか手に入んないんだな、欲しいな欲しいな、あー欲しい、どうしても欲しいって思う膨張した感情がふーってなくなっちゃうんですよ。相手にもね、好きになってもらいたいって思っていたその欲求の一番大きな手に入りにくい部分が手に入っちゃったんですよ。じゃあその次に得たいものって何っていうと、その子とデートに行くとか、そういうこともね確かに楽しかったりするんですけど、好きっていう感情が膨張しちゃってる特に男子とかは、相手からの好きっていう感情が得られ次第、確かに嬉しい、その時はすごく嬉しいけど、徐々に冷めていってしまうっていうことなんですよね。相手の一番欲しい部分が手に入ってしまったっていうことなんですよ。これね、チャラ男の原理にもすごくよく似てますよね。チャラい人っていうのは女子をねお持ち帰りすることが最大の目的だったりするわけですよ。それで体の関係を持ってしまったら、一番欲しいものが手に入ったから、この子と付き合うメリットってそんなにないかなって考えちゃうのがチャラ男の原理原則だったりするわけですよね。じゃあどうすれば恋愛感情を維持できるのかとか、そもそもね後で冷めたりしないような相手っていうのをどういう風に見つけたらいいかっていうところをお伝えしていきたいんですね。この見極めができるようになると、皆さんは本当にいい恋愛ができるようになります。これは保証します。どうすればいいかっていうのはこちら。手に入った時あなたは何をしたいですか。彼氏彼女が欲しいわけじゃないですか。で相手に対して好きバレしてしまうっていうところも怖いんですけども、相手が逆にね好きになってくれるっていうことがあった時に、じゃあその先に何をするかっていうのを考えてほしいんですよ。相手のことを欲しい欲しい、任天堂スイッチが欲しい欲しい思う感情っていうのが得られた時、じゃあ何をして楽しむのかっていう一歩先を見てもらいたいんですよ。何かを得るっていうことに躍起になってしまってる人があまりにも多すぎるんで、その感情だけで欲しい欲しい、好きだ好きだっていう風に言うのはね間違いなんですよ。その先にどうしたいか、じゃあ1年後2年後どういうカップルになってたいかっていうところまでイメージをして、そうなりたいなっていう風に思い描くことができるんだったら、相手がね手に入るっていう状態ができた時に心底嬉しいんですよね。冷めてしまうっていう感情もないはずなんですよ。だって求めてる一番欲しいものが付き合った先にあるんですから。だからね、相手を手に入れるっていうことを最大の目的にしてしまうと、その後ね恋愛感情っていうのは冷めちゃうんですよ、誰しも。だからこそ好きになった相手が自分のことを好きになってくれたら、自分も冷めちゃうっていう現象が世の中にたくさん起きちゃうんですよね。で、なんでこの現象が起こってるかっていうのはみんな知らない、気づいてないんですよ。でも結局整理してしまうと、一番欲しい部分っていうのが相手とのデートとかその先の生活なんじゃなくて、相手自体をゲットすること、これが目的になってしまってるんですよ。最大のね、他のことも楽しみですよ。でも一番の目的を先に達成してしまうっていうのは良くない。だから相手と何をしたいかっていうところをイメージをすると、一番欲しいものはその先に未来に行くんですよね。そしたら長い間付き合いたいと思うじゃないですか。これが本当の恋愛だと思いますよ。皆さん、ちょっとでも参考になったなと思った方がいらっしゃったら、ぜひねチャンネル登録をしてもらいまして、ついでにいいね、 Twitter でもねぜひぜひフォローしてもらいたいなというふうに思います。ではまた明日も会いましょう。アディダス。